ジャンピエール・カッセルは、フランスの映画俳優。同じく俳優のワンサン・カッセルは、息子、セシル・カッセルは娘。女優のモニカ・ベルッチは、息子の嫁である。フランスを代表する俳優の一人で、フランス映画のみならず、ハリウッド映画などにも多く出演した。父親は医者、母親は、オペラ歌手。ルネ・シュモンに演技を学び、舞台で俳優としての活動を始める。その後、 映画のエキストラやナイトクラブのダンサーを経て、ジーン・ケリーの目に留まったことで出演したハッピーロードで映画デビューを飾る。1960年代前半に女優のフランソワーズ・ドルレアックと婚約していた。素晴らしき飛行機野郎では、石原裕次郎と、マスでは山形君やがたゆこと共演した。オムニバス映画、世界詐欺物語では、浜見え、三津田健。 三網やつ子、宮口誠治、戸わ久夫と同作に関わっている。生涯に2度結婚している。最初の結婚では、晩餐カッセルを含む3人の子を設け、2度目の結婚で、セシルカッセルが生まれる。2007年に、ガンデ死去。ありがとうございます。